日本鹿児島県鹿児島市、川上町川上町は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧鹿児島郡鹿児島近在川上村及び、花棚村、鹿児島郡吉野村大麻川上。郵便番号は3660番台、3670番台の一部、及び4100番台、4200番台の一部が891-1275、その他が892-0875であり。 3660番台、3670番台、4100番台、4200番台も892-0875が存在するため、詳しくは郵便番号検索で調べることが必要である。人口は4561人、世帯数は2167世帯。鹿児島市の北部、稲荷川流域に位置している。町域の北西部には、 稲荷川上流に小規模な盆地が広がっている。町域の北方には、宮の浦町、北方から西方にかけては、岡野原町、南方から東方にかけては、吉野町、南方には、下田町、西方には、西石緑川岡町がそれぞれ隣接している。町域には、東部の吉野第一城を、鹿児島県道16号鹿児島吉田線が南北に縦断しており、 吉野町と川上町の一部を区域として、吉野地区と地区核整理事業が1992年より、事業に着手し区画整理とともに、県道16号の拡張工事が行われ、また沿線には商業施設が建設され、交通量も増加している。また、鹿児島県道25号鹿児島加茂線及び、九州自動車道が生端を通り、古くは村内を吉田王館が通っていた。 かつては、九州自動車道と、県道25号鹿児島加茂線が交差する付近に、発掘当時としては大規模である、縄文期の住居跡及び中世の川上市の居城と、見られる遺跡群から構成されるか栗山遺跡があったが、九州自動車道の建設に伴い1975年から1976年までに、発掘されるも建設計画を変更するのは困難で、 あるとして一部を鹿児島県立埋蔵文化財センターに移設したほかは九州自動車道の用地となった。教育施設は町域の南部に鹿児島市立川上昇学校がある。川上という地名は室町期より見え、薩摩国鹿児島郡のうちであった。欧永11年の島津元久手が以上に薩摩国鹿児島郡、川上村寺という記述があるのが初見であると、 考えられている。この明け会城により、川上の地が、町域内にある囲い山は、中世川上市の居城跡とされている。江戸期には、鹿児島郡鹿児島近在のうちの川上村であった。村高は、天保豪町では983国余り、急行給料では1142国余りであった。1871年には花棚村を編入した。花棚村は、 室町機より見える地名で、川上村と同様に、室町機は、薩摩国鹿児島郡のうち、江戸機は、薩摩国鹿児島郡鹿児島近在のうちであり、村高は、天保郷町では565国余り。1889年に、町村制が施行されたのに伴い、鹿児島郡鹿児島近在のうち北部の五村より、吉野村が成立し、江戸機の川上村は、吉野村の大技。 川上となった。1934年には、吉野村が、鹿児島市に編入され、それまでの大技川上は、鹿児島市の町名、川上町となった。1977年には、川上町の一部が、西意識一丁目から、西意識七丁目及び緑ヶ丘町に分割された。2015年2月2日に、川上町の一部が分割され、吉野一丁目の全域及び、 吉野の二丁目の一部となった。公共教育郵便局自社私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鹿児島本線料金所高速自動車、国道主要地方道一般県道。ありがとうございます。